はい、というわけでメンバーの皆様引き続きよろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、お願いいたします。この次のニュース12番行かせていただくんですが、これ今日私びっくりした、はい、一番びっくりした内容だったんですが行かせてください。高市潰しということで12番ですね。 MI2 さんのツイッターです。高市早苗大臣を潰そうとしている2人の自民党大物議員とは、すでに岸田総理に進言か。官邸関係者によれば、1人は外相の林芳正さんです。もう1人は党幹部だ。茂木敏充幹事長ですよ。周囲に辞めてもらっていいと語るほど呆れ返っています、というふうな、こういうデイリー新潮の記事が出てきました。はい、この件についてまずでは小野寺さんからお願いいたします。僕これ全然意外じゃなくて、これ2人とも基礎議員なので、ああそうなんだなって思うだけで、まあ本当にね、この2人何が問題なのかって国家間ないから、はっきり言って全然この国をどうしたいだとか、ああ自分はこういう国を作りたいんだみたいな中で、本当にこの国を語ったってことを見たことないし、言ってることは本当に反日みたいなことも平気で言うし、まあ、中国寄りの話をしたり、これ全然ね、この方たちっていうのは僕は日本に必要な国会議員だとは全く思っていなくて、逆に日頃の発言がこいつ何なんだろうなと思ってる2人なので、あ、この2人なんだっていうのが一つ。ただこんなくったらない議員2人が大物になっちゃっているっていうことが問題だなと。自民党もなんでこの2人が大物になれるんだ、そんなくったらない政党だったのかっていう、そこが僕は問題なのかなと思いますわね。そうですね、はい、吉田さんいかがでしょうか。いや、最後のね、小野寺さんのお話が全くその通りで、もうこんな人たちは普通の国家だったらあまりその、まあ、いい地位につけないんですよ。国のことをちゃんと、国益をちゃんと考えて行動しないような人は。日本はね、やっぱり戦後、まあ、背骨を折られた国だからか、その国益のことを考えない人の方が、こうなり名を遂げるみたいな、偉い地位につけるみたいなですね。まあ、その弊害がずっと今、まあ、シンボリックに残っているのが、まあ、このお二人ですよね。で、僕はもうこの記事を読んで、あ、なるほどと。もうちょっと小物の人だとね、高市さんを、まあ、ライバル視するところまではいかないんですよ。だけど、まあ、総裁選にも出た高市さんを、本気で自分のライバルだと思うのは、まあ、要するに今、名前の出た2人などは、現実的にね、まあ、自民党内の、党員票とか、あるいは、自民党の議員の票をね、まあ、奪い合わなきゃいけない相手だと思うので、まあ、ここで国益よりも私益を優先して、まあ、潰せるんだったらほっとくなり、あるいは後押しまでして潰してしまいっていう気持ちに、まあ、そこまでいっちゃうのかなと。まあ、別にその2人が特に、そういう意味で卑しいというふうに思ってるわけじゃなくて、まあ、権力闘争って誰でもそういう面はあるんだけれども、やっぱりそれ関係ない一国民としてはですね、国益を損なう人が国益を一生懸命やる人をライバルだって蹴落としていく姿は許しがたいと、まあ、こういうふうには思うわけですね。で、私もツイートでですね、まあ、この、もう MI2 さんの、ツイートを引用してですね、ハニトラとシェイシェイの方が必要ありませんがと、誰のこととは言いませんがっていうふうにまあ書いたわけですよ。まあ、誰のこととは言いませんけれども、まあ、ハニトラに引っかかってですね、国の政策を歪める人とかですね、もうシェイシェイしか言うことがないような人っていうのは本当に必要ないんですよ、我が国に。その辺でゴルフやってるかお茶でも飲んでてくれというふうに思うんで、もう国の崇高な、ね、意思決定の場にはやっぱりきちんと強い意思と、そして、変なことには毅然としてそれをピシャッとね、反論できる高市さんみたいな人が必要なので、まあ、要人が何と言おうと、国民は何とかして高市さんにしっかりと仕事をしてもらえる立場についてもらって、国を守ってね、切り開いていただくように頑張らなきゃいけないなと思います。そうですね、はい、ありがとうございます。お二人からご質問、お二人から意見を伺っている間にご質問いただきました。質問です。小野寺さん、今日の釣りの成果はどうでしたか、変な釣り来ましたかっていうふうな質問が来ておりました。いかがでしょうか。ツイッターランドの釣りね、はい、もう本当に最近小物ばっかりでなかなか大物が釣れないんだけど、ここに来てですね、ちょっとおいうのやつがですね、もう群れでっていうか、群れも大きい群れじゃないんだけど、なんかちょっと
旧アーミーみたいな団体が、まあ、ある教祖みたいなのがいて、その人もとんでもないこと言ってるんだけど、今度それを信じちゃうレベルの低い人たちの集団が、僕のところに今ですね、釣り堀状態で、餌を入れればすぐ釣れるみたいなことで、まあ、次のホームラン級を探せば、相当面白いやつが出てくるなということで、今日はですね、結構いい釣りができてます。はい。すごい。今度の金曜が楽しみですね、うんうん。はい。ありがとうございます。もう一つ質問いただいております。質問です。岸田ウクライナ電撃訪問について、どうお二人は評価しますかとのことです。吉田さんからお願いします。はい。まずね、これはいいことです。まあ、岸田さんとしてはいい判断をした、まあ、当たり前の判断は当たり前にちゃんとできる人でよかったなというかですね、でただ、日本の総理大臣として、今の時期、明確にウクライナ支持を打ち出すのは当然、当たり前に必要なことで、そして、まあ自分が今度議長国になるからとか言って、自分だけ言ってないのは、やっぱりいろいろあるからって、まあ、どういう判断で言ったか分かりますけど、言ったのはいいことなんですが、非常にちょっと僕は多分、残念に、思うのはね、安倍さんが行った時に、向こうで得てくる成果と、岸田さんが行って得られる成果は多分、やっぱりその、大きさ、重さが違ってきちゃうんだろうなっていうふうに、まあ、思わざるを得ないんですね。安倍さんは自分で、その、能動的に、こういうふうにしましょうと、他国の人たちを、まあ、説得して、まあ、巻き込んで、こういうふうにやりましょうっていうことをやってくるだけの、まあ一応実力というか、まあ結果も含めて作ってきた人ですけども、岸田さんは多分ね、ご意見伺いみたいになっちゃって、皆さんのために日本は何ができますかみたいな、じゃあこれとこれは、おっしゃったうちこれはできないけど、これはやりますよ、みたいな、非常に小さな規模感のものしかできないんじゃないかなっていうふうに思うわけですよ。で、まあ、当然岸田さんにも、ウクライナ問題と、中国の問題、これをリンクしているから、対中姿勢でも皆さん一緒に協力してやってくださいねっていうのを、まあ、持っていこうとされると思うんですけど、そもそも岸田さんの対中姿勢自身が安倍さんの時に比べて柔らかいので、他の人たちも安倍さんの時に、よし、日本にこれは協力、ウクライナで協力してもらうから中国についてはこれで協力しようっていう内容よりも、それだけでいいんですか的なですね、ものしか得てこないと私は思います。はい、はい、ありがとうございます。野寺さんいかがでしょうか。僕も言ったこと自体は、まあ、言って当然だと思ってたので、まあよしとするんですけれども、まあ一つは行くのが遅かったっていうのが一つと、あともし行くとしたら今の世界情勢を考えたらね、もうこれ完全にロシアとどう対峙をしていくんだというような姿勢だとか、今ロシアと中国が非常に接近をしている中で、じゃあ中国とも日本はどういう姿勢で臨むんだという毅然とした対応と意思をね、表明していかなければいけないということまで知っているのかなと。それぐらい今ウクライナに行くということは他の国を敵に回したり、どういうような対応をこれから変えていかなきゃいけないかまで考えていかなければいけないっていうことをどこまで理解しているのかなっていうのがちょっと不安で、これ安倍さんだったら間違いなくね、いやこれでもう決まりだって言ったら、まあロシアにだってね、中国にだってある程度ダーンというような発言をしながら他の国々としっかりとした連携を結んでいくっていう、僕はまあ、安倍さんだったら頭の中でビジョン浮かびますよ。こうするんだろうなと。ただ、岸田さんの場合、全然頭に思い浮かばないんです。で、帰ってきてもまた日和見にね、まあでも中国とも仲良くした方がいいんじゃないのかみたいな、なんかどっち行くのか分かんないっていうような怖さがあって、逆に行って正解なんだけれども、行ったことによって余計混乱する部分が増えてくるのかなっていう不安があってですね。だからまあ今の段階では全然、言ったけれども、言ってよかったけれども、評価できるような結果になるかどうか分かんないっていう不安がありますわ。はい、ありがとうございます。はい、T さんと Y さん、質問いただきました。ありがとうございました。また皆さん、引き続き質問あればお待ちしております。それでは次、行かせていただきます。13番、スタッフさんお願いします。哲也さんのツイッターですね。はい、青山茂春氏、政府専用機でインドへ旅立つ寸前の岸田総理も、恐縮しごくながら捕まえて高市大臣を守ることが内閣にとっても責務であることをお伝えしました。
青山議員のこの行動は実に素晴らしい。ただ自民党の中には他に西田昌司氏くらいしか高市擁護発言が見られない。その点は非常に不満だというふうにおっしゃっています。こちらでは小野寺さんからお願いします。僕も本当にこれね、常々言ってるように議員の好き嫌いの問題じゃないんだと。これは、まあ、国会というものがね本当に機能するのかどうかということと、あとこういうくだらない立憲民主の質問に対して高市さんだけが攻撃されているということに対して、まあ、中立っていうかね、本当に高市さんのこと好きか嫌いか関係なく自民党の議員としてなぜその正論を吐かないのかって、正論吐いたら絶対高市さんを、まあ、その擁護するような発言になるのは決まってるんですけど、そういうようなことをしっかり言える議員が自民党にいないっていうのが本当にちょっと理解できなくて、自民党大丈夫なのかなっていうふうに本当に思っちゃいますよね。はい、吉田さんいかがでしょうか。はい、まあ、これは安倍さんでもちょっとまあそこまでは期待できなかったことなんですけれども、まあ、今回その怪我の功名で、ウクライナに行くことが遅れたために、習近平と、プーチンの会談とほぼ同じ時期にぶつかったわけですね。それで実はその、アメリカなどではアジアの2カ国が明確に、まあそのまあ、その進路を分けたと。中国はロシア側に行き、日本はウクライナ側に、まあ、彼らからすると来たと、アメリカたちと一緒に来たと。まあ、これはやっぱりそのアジア全体の枠組みの中でね、大きなやっぱりその、まあ、印象も与えるし、影響もあるっていう評価を、しているので、あ、遅れたら遅れたなりに、ね、プラスの面も、まあ取れてよかったなとは思うんですが、ここで本当は日本の総理大臣、日本の代表がやらなきゃいけないことは、じゃあ、ウクライナの戦争が、まあ、どこをその落としどころというか、その終着点にすることを諸外国は考えているのか。で、アメリカでも共和党の筋の中では、まあ、例えば、まあ、ウクライナのことはアメリカにとって一番大事なことなんじゃないみたいにですね、ディサントスなんか言っちゃってるわけですよ。と思うわけですけど、まあ、そういうその諸外国の中で、いや、徹底的に主権侵害というものに対しては、絶対に侵略者が少しも得がしないように、徹底的にウクライナ側が、まあ、失ったものを全て取り返すまで戦わなきゃいけないんだっていうことを、まあ、その皆さんで、まあ、一致団結することを確認するようなメッセージをですね、岸田さんが出して、その上で日本はそのウクライナがクリミアやドンバスを取られたようにカラフトやジンチシマ取られてるんですよと、これについても皆さん同じく考えてくださいねっていうメッセージを発するっていうところまで言えば、僕は日本の外交として 100% だと思うんですけれども、まあ、安倍さんもちょっと対ロ外交についてはまあ、いろいろ我慢しすぎて僕としては不十分なことをやっていた部分があると思うんですが、岸田さんだともっと何も発信しないような気もするんですよね。そういうところがまあ、もったいないというか、わざわざ行って、まあ、経済支援とかだけね約束して帰ってくるだけでは、うん、まあ、ちょっと不十分だなとは思いますね。ありがとうございます。では残り短くなってきましたので、もう一つこれ今だからこそ小野寺さんに聞きたい話なんですが、北海道知事選の話題です。小野寺さんもリツイートされています。平井光さんのツイッターです。北海道知事選、 与野党対決が移す企業誘致と雇用の未来、日本経済新聞の記事を紹介されて、平井光さんが北海道の有権者が気の毒だ、選択肢のない罰ゲーム選挙というふうに言われていますが、こちらいかがでしょうか。小野寺さん、これね、なんで平井さんがこの北海道のことをツイートしたのかですけれどもね、今2人で北海道を回って北海道の現状というものを平井さんが分かる中で、まあ、現職の知事がね、これ何やっちゃってんだみたいなことを知ってしまったと。例えば太陽光発電の事業でも、まあ、とんでもない、まあ、おせおせで言っていて、まあ、環境を破壊するわ、さらに風力発電もどん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 立て始めて、これもイケイケでやるわ、原発は動かさないわ、まあ、それはそれは、さらにね、アイヌの施設まで行って、
北海道こんなことになっちゃってんのかみたいな、そういうことを知ってしまったと。さらに知った上でいろいろ鈴木さんの情報を得ると、やることがこれからもっともっと自然再生エネルギーを増やしてゼロカーボンのエリアにしますよだとか、農業を、農産物をどん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 、まあ、その外国に、中国なんですけどね、輸出し始めますよという食料安保の問題に関わることも公約になっていたり、公約のほとんどがこれやったらダメでしょうみたいなことがさもきれいに書かれているということを知って、さらに立憲が出したところの候補はさらにひどいこと言ってるので、まあ、他にも候補2人いるんですけどね、この2人はまあまあ置いといて、この2人の実質的な選挙だとしたら、これ選択しないよねということを、まあ、出してくれたと思うんです。これ東京都だって大体同じだと思うんですよね。大体、まあ、有力という人たちもどれも選びようないとみんな変だもんみたいなことで小池さんが上がってくるということで、今のですね、知事選だとか、まあ、大きい選挙に関しては、まあ、衆議院選挙もそうですけどね、まあ、出てくる人たちを選びようがないっていうような感じの、まあ、その選挙になってしまっているっていう根幹の問題をですね、僕はこれツイートしてされたのかなと思って、まあ、リツイートしたってことなんですよね。なるほど、ありがとうございます。吉田さん、いかがでしょうか。いや、本当に選択肢ないですよね。うんうん、いや本当に、まあ、あの保守っていうか、まあ、まともっていうか、人たちが希望を託せるような候補者がやっぱり立候補していただかないと、うん、選択肢ないですよね、うんうん、本当に。でもこれなかなかね、二大政党制っていうか、そういうそのわけのわかんない仕組みの中で、自民党だってもし今推薦だとかね、公認をするんだったら、しっかりと自分たちの政党の主張と合ってるのか、実績はどうだったのかみたいなことをほとんど考えずに、こいつ受かるからいいんじゃないのみたいな、顔もいいしみたいな、そんな選び方をしているので、まあ、変な候補ができるということを考えたら、もっと政党としても、まあ、国会も大切だけどね、地方の政治も大切なんだ、だからもう手抜きはしないとぐらいのね、候補者選びを実はどこの政党もしてないので、これも問題なんだろうなというふうに思います。その通りですね、うん、で多分まあ、自民党の組織は県連とかね、地元の声も結構強くよ、上げる組織だと思うんですよ。なんか奈良とかでは変な別のこと起きてますけれども、地方が空きてきた候補をなんか上から変な人連れてきて、うん、それでぶつけて分裂選挙になるなんて自民党よくやるんですけどね、なんかアホなことやってるなと思って見てますけど、地元の議員がじゃあちゃんと見識があってちゃんとした人を擁立してくるかというと、それも違うことが結構あって、ある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 、だから自民党の議員もなんか どうしてこの人はこういう考え方をするのみたいな人がいっぱい結構大多数いるような自治体も結構あるわけですよ、うん、でそれはやっぱり有権者がね、ちゃんとした人を選ばないからなんで結局は有権者の皆さんちゃんとやりましょうっていうここに行き着きますね。行き着く。あ、ちなみにね、はい、この鈴木さんなんだけれども、もともと地元の同連は違う人を出そうとして動いていたんだけど、そのね、菅さんはじめ、まあ、向こうの幹部の人と、まあ、何人かの北海道の国会議員がいやこれだっていうことで、まあ、変えたんですよね。それで実はわーって揉めたんだけれども、何が決定打になったのかっていうと、公明党が鈴木だってなったのでボーンと入れ替わったって話ですわ。はあ、まあ、どこもねありますよ、うんうん、なぜだかこう、ね、自民党の意思決定に公明党への忖度が非常に強いっていう、ね、非常に強い。それ自分の選挙に関わるから。そうですもんね、うん、はい、なるほど。はい、今日は時間が来てしまいました。スタッフ T からもお二人にですね、はい、政治の裏側というかどんなこう政治争いみたいなのがあるか聞きたかったなとか思ったんですが、今日は時間が来てしまいましたので、また機会がありましたら、はい、お願いできたらと思います、はいはい、それでは最後吉田さん一言締めていただければと思います。はい、今日はですね、14年ぶり日本の侍ジャパンが世界最強だったはずのというか、まあね、歴史的にもアメリカでねベースボールが発表
展したわけですけど、日本が勝って、世界にですね、日本の野球の素晴らしさを、示しました。強いだけじゃなくて、フェアプレー精神の素晴らしさもですね、示した。これを我々も、誇りに思ってですね、我々自身も、世界にこう誇れるフェアプレーの、日本の、政治と、日本の我々の行動を示していきましょうということで、はい、いうふうになんか綺麗にまとまったことが分かりません。素晴らしい、素晴らしい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。すべての質問に答えることができなくて申し訳ございません。これで今日終わらせていただきます。ありがとうございました。皆様、視聴者の皆様、ありがとうございました、はい、明日もよろしくお願いします。明日もお願いします。お願いします。おやすみなさい。Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away.